母から昔使わなくなったマニキュアをもらって、友達や妹や姉に塗ってあげてた。ある日、リビングで爆熱乳を見つけ、指と指に赤、ピンク、黄色を塗ってあげた。父は、朝自宅に時間をかけなくて顔すら洗わないこともあったので気がついたのはお昼時。ガリガリ削っても取れなくて困ったらしい。外回りとかない仕事で、職場から離れることができないので、できる限り隠していたそうですが、すでに同僚たちが気づいたみたいで、ちょっと距離を置かれたりしたみたい。子供のいたずらでと話したら納得したみたいですが、マニキュアは女の人が塗るもんだから、と叱られた思い出。別の時期に、いつも仕事帰りにサウナ寄って帰る父なんですが、入ったら距離を置かれ、常連さんが足元を指すので見ると、そこには赤マニキュアを塗った足が。足なら怒られないと思ったんですがダメでした。